登山を始めてみようと思ったら、まず初めにやっておくべきことがあります。何も知らずに登山を始めると、最悪の場合、大きな怪我や命につながるような危険が生じてしまいます。このようなことが起きないように、初心者の方には特に登山とは何なのかということを知ってもらうための登山入門情報をお伝えします。こんにちは、山旅旅チャンネルです。本日は登山の入門、登山マニュアルとして5つのカテゴリーでお話を進めていきたいと思います。今回は第1回目で、登山とは何なのか、まずは登山の基本を学びましょうというタイトルでお伝えをしていきます。本日の目次は2つ。1つ目は登山のジャンル、5種類の山の楽しみ方、続いて登山の魅力、目的を持って楽しむとはどういうことなのかという、この2つに分けてお話を進めていきたいと思います。まずはじめに登山のジャンル、5種類の山の楽しみ方についてお話をしていきます。登山といっても様々なジャンルがあり、言い方も人によって様々です。山の中を歩く、走る、登る、滑るなど手段も様々で、登山装備やウェアを揃えるときに、自分が楽しみたい登山のジャンルかわからないと間違った装備を揃えてしまうこともあります。まず登山にはどのような種類があるのかということを紹介していきます。こちらの表は5つに大きく分けた登山の種類なんですけれども、まず一般登山と言われるものの中に、ハイキング、日帰り登山、縦走登山というものがあります。その次にバリエーション登山、こちらにはクライミング、沢登り、渓流の釣り、トリスキーなど、一般登山に比較するとかなり難易度が上がるようなカテゴリーがあります。続いてトレッキング、こちらはロングトレイルなど、海外では馴染みが深いものですけれども、日本は最近馴染まれているようなアクティビティになります。続いて高所登山、こちらは日本というよりかは海外遠征をして、ヒマラヤ登山などが代表的なものです。最後にスピードハイク、この中にはトレイルランニングやファストハイクと呼ばれる軽量な装備を持って早く行動するような、そういった登山スタイルになります。これらのカテゴリーについて、どのような登山なのかということを紹介していきます。登山人口が最も多いとされている一般登山ですけれども、こちらは登山道を歩いて山を歩くスタイルになります。無雪期と積雪期とで大きく分けることができます。一般登山で最も難易度が低いのがハイキングで、定義は様々ですが、標高差500メートル未満の山歩き、険しい勾配がなく比較的緩やかな坂道を歩くことをハイキングと呼んでいます。標高差500メートル以上の山では勾配が出てくるため、明確な定義はありませんが、登山と呼ぶことが多いです。登山には行程の長さによって、日帰りで山を楽しむ日帰り登山、山小屋に泊まって山の中で1日過ごす小屋泊登山、テントに泊まるテント泊登山、大きく3つに分けることができるでしょう。一般登山の楽しみ方は様々で、登る山が富士山などの独立峰である場合は、頂上を目指すピークハントを目的にしたり、山の頂上と頂上を結ぶ稜線を歩く縦走登山では長い距離を歩いたり、登山のスキルが上がってくると楽しめる範囲も広がります。続いて登山道以外のルートをたどるバリエーション登山についてお話をしていきます。登山道がないルートを確認して、岩場や川、道なき道を歩く、また登る、また滑る、このようなアクティビティをバリ登山と呼んでいます。クライミングは岩壁や氷壁などを対象とした山登りで、道具の使用の違いでクライミングスタイルが変わります。例えばロープで確保しながら高い壁を登るルートクライミング、ロープを使わずに岩を対象とするボルダリング、自分の技術と体力で壁を登るフリークライミングなど様々です。沢登りは原流域までやぶこぎをして、沢を登って山頂を目指すような山登りを指します。滝や淵など滑りやすい岩場をどのように登るか、ルートファインディングをしながら独特の知識と技術で楽しむアクティビティです。バックカントリースキーは整備の行き届いたスキー場のゲレンデを滑るのに対して、整備も何もない山を滑るスキーやスノーボードのことを言います。続いて頂上を目指さず山歩きを楽しむトレッキングについてお話をしていきます。トレッキングという言葉は海外の山歩きで使用することが多いです。日本では戦後のピークハントによる海外との競争目的の名残で、登山といえば頂上を目指すという趣向が根強いですが、海外では山頂にこだわらず、歩きながら自然を満喫する楽しみ方の方がスタンダードです。日本でもロングトレイルが全国で認知され始めて、山にこだわらず海や里を歩きながらその地方の文化を楽しむ山旅というものが注目され始めています。危険が多い高所登山において続いてお話をしていきます。ヒマラヤに代表される高所を目指す登山のことを指しますが、低酸素、寒冷地、ルート攻略、天気との相性など様々な角度で攻略する必要があり、最も困難な登山のジャンルといっても過言ではありません。続いて山の中を早く移動するスピードハイクについてです。スピードハイクはその名の通り、走りを交えて山の中を移動するアクティビティです。トレイルランニングは主に走って山の中を移動するアクティビティで、ファストハイクは軽量な装備を背負って走りと歩きを交えながら通常のコースタイムよりも早く移動する登山です。日本ではトレイルランニングという言葉が認知されてまだ歴史が浅く、様々な楽しみ方が増える一方、課題も多いアクティビティです。レース志向は距離、スピードなどを競い合ったり、個人で達成感を味わったり、目的も様々です。レースにこだわらない山の中を走ることを純粋に楽しんだり、走ることで一般登山ならば一泊以上必要なコースもトレイルランニングでは日帰りで楽しめるなどの違いがあります。続いて目的を持って楽
しむというのはどういうことなのかということについてお話をしていきます。登山の魅力、楽しみ方は人それぞれで、季節によっても様変わりします。春は高山植物、夏は新緑、秋は紅葉、冬は積雪と、四季がある日本は変化に富んだ自然によって様々な魅力と楽しみ方を引き出してくれます。日本の自然のこと、山で楽しめることを知って、目的を持って登山をすると満足感が倍増することでしょう。この方ではまず日本の自然を知るということ、そして山で楽しめることを知るということを学んでいきたいと思います。まずはじめに日本の自然を知ることから始めていきましょう。日本は国土の7割が山岳地帯で、山の数は国土地理院の地形図で数えると約1万8000座あります。すべての山が登山の対象とはなりませんが、山ほどの山が日本にはあります。北海道と九州とでは経度と緯度が異なり、気候区分は北海道が亜寒帯、沖縄を含む南西諸島が亜熱帯で、日本はほぼ温帯湿潤気候に属します。このようにエリアによって気候が大きく異なるため、植物や森林限界の標高も異なり、様々な自然と景観を持つ山が存在します。例えば森林限界と呼ばれる高い木が育たなくなる標高が、北海道では1000から1500メートルとされていて、北アルプスだと約2500メートルと違いがあり、これによって高山植物の種類と場所、紅葉時期、積雪期、積雪量など様々な違いが生じ、山の個性を彩るというわけです。日本は赤稜山脈と呼ばれる飛騨山脈、木曽山脈、越後山脈などの分水嶺となっている山脈があります。この山脈によって海から湿った季節風はこの山脈にぶつかり、日本海側と太平洋側に大きな気候の変化をもたらします。冬には日本海側に多量の雪を降らせ、スキーや雪山登山の格好の場となります。続いて山で楽しめることを知りましょう。登山を始めたばかりは山の中に身を置くだけで満足感を得ることができます。徐々に行ける山が増えると楽しみ方も模索することになります。登った山の数が増えることで満足感を得ることができる登山者は、ピークハントを目的にし、百名山を完登することを第一の目標と定めることもできます。また山で過ごす時間を重視する人は、山に咲く高山植物を撮影したり、山ご飯を充実させて食事を楽しんだり、山小屋で静かな時間を過ごしたりと目的を作ることができます。いずれも目的を持って楽しむことには変わりありませんが、限られた時間を使っているからと考えて無理して山に入って危険な目に遭うことは避けるようにしましょう。今回は登山初心者の方に登山マニュアルとして学んでいただきたいことについてお話をしました。次の動画では登山の計画、山に登る前の準備についてお話をしていきたいと思います。またこれから登山を始めてみようというふうに思っている方、次からの動画もぜひじっくり見ていただいて、登山力、そして登山とはどういうことなのかという基本的な情報を学んでいただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。